中国は人が多いイメージがあったんですけど、今日お休みなんですよね。皆さんゴールデンウィークなのかな。それで意外と人が少なくて、すごいそこにイメージのギャップがありました。あと、マンションの高いビルがいっぱいあるのかなと思って、移動中に結構外を見てたら、すごいこう同じような形をした一戸建てのビルがすごいわーってなっていて、こういう形の住宅街もあるんだと思って。 YouTube チャンネルでは踊ってみたライブ映像、プライベート、そして禁断のシェアハウス映像、わお、などなど、ここでしか見れない映像をお届け。チャンネル登録はこちら。みんな登録してね。